リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、久しぶりのね、生配信以外での動画でございます。はい、まあなんか、ね、最近いろいろ忙しくさせていただいていて、まあ仕事の関係が多いんですけれども、でまあ忙しくしているうちに動画を取りだめてはいるんですよ。今軽くここでねパソコン開いてるんで、一方ここにね、一応何本かこう取りだめたものっていうのはフォルダーにこうやってもう分かれて入ってるんですけども、ね、これね、撮った動画がね1ヶ月前とか2ヶ月ぐらい前のやつで、出さなくてもいいんじゃねえかなって思う瞬間がね結構あって、で出さないうちにうちの子たちが、まあ、どんどんね成長していってて、ここに上がってる動画でいくと、青大将に初めてご飯をあげた日の動画と、あとは青大将の赤ちゃんの初脱皮してたよっていう報告動画と、あとはうちのシェフィーさんとか、まあコウモリさんとか、あとはモモンガさんとか、まあいろんなね、あのお風呂入ってシェフィーさんね、あのサバナモニターのシェフィーと一緒にお風呂入った動画とか、モモンズとね戯れてこうフィッシュスティックあげたりとか、マシュマロあげたりとかっていう、まあ可愛い動画だったりとか、あとはまあ飼育関連に関するお話は、そうね、生まれたばかりのこの青大将の話が結構多いかな。今もうこんな感じでベタ慣れでね触ってる子たちが多いんですけれども、っていうところと、あと動画でね全然出してなかったところでいくと、あのうちのこの青大将ちゃんたちのご飯っていうのを、あの自分で繁殖のチャレンジっていうのをねしてみようかなっていうので、マウスをねお迎えして、今マウス全部で、大人の親になる個体がオス2のメス4で6匹、お迎えして、でそのうち片方の方では8匹子供がもう生まれて、でもう開眼もして、まだ完全な乳離れはしてないんですけれども、なんていうのかな、大人と同じご飯を食べようとする子たちっていう感じで育ってきてて、そこもね動画出そうかなって思ってたんですけれども、こうなんか仕事だったりプライベートだったりとかで忙しくさせていただいていて、動画の編集とか動画を撮影したりっていう暇がちょっとなくて、まあ言い訳にはなるんですけれども、でもやっぱり生活をしていく上でね、仕事の方は実際大事で、 YouTube っていうのはどっちかって趣味で本当にやってて、 YouTube でお金になってるわけではないので、まあ、ありがたいことにスーパーチャットを送ってくださった方が何名かいて、スーパーチャットってねちょっと入ってきてるっていうのはあるんですけれども、ただやっぱり広告で収入を得てっていう生活をしているわけではないので、やっぱり YouTube よりも私生活、自分のねお仕事関係のことを、まあ、主軸にまずそっちをねやって、で、まあ、毎週金曜日のね、うちの子のお世話のライブっていうのは、継続して全然普通にやってて、まあ、たまにできない日もあるんだけどね、飲み会に誘われたりとか、あとは普通に疲れててっていうところで、で最近なんか疲れも溜まってきてて、もともとショートスリーパー気味だったんですよ。だいたい2時とか、そうね、2時とか3時ぐらいに寝て、朝6時か7時ぐらいに起きて、で7時ぐらいからちょっとねお風呂入って、ゆっくりして、会社仕事行く準備して、仕事行って帰ってきて、でご飯食べてうちの子のことやってとかで、やれることそのね寝るまでの間でいろいろやって、でまあまた3時とかで寝てたりとかだったんですけども、最近なんかね疲れが溜まったり、ちょっと風邪ひいてしまったのもあって、帰ってくると大体6時半とかなんで、定時で上がるんで、大体定時で上がらせていただくんですけども、まあ、定時で上がれるようにするために、まあ仕事をねきっちり終わらせていくっていう形をとってるんですけれども、で定時で上がって帰ってきてご飯食べて、もうちょっとしたらパタッと倒れたりとか、下手したらもうご飯食べてなくても、ご飯食べる前にもうパタッて寝ちゃってたりとかっていうことが多くて、っていう、まあ、毎日をね過ごしてたんですよ。だいたい最近9月10月はだいたいそうかな、8月のね中旬ぐらいからだいたいそんな感じだったかな。でやっとちょっとこう余裕というか、うまく回せるようになってきて、私がね体的にというの、ただそれでもなかなか回せてないところっていうのが多くて、でまあ忙しいっていうのは言い訳でしかないから、あんまり言わなかったんですけれども、まあただ動画ね上がってないのを見るとね、ああなんかあんだろうなって
思ってくれてる人がいるのかなとは思います。もうなんかね、咳してこんな感じだったりするので、で、まあ、生配信をねよく見てくださってる方っていうのは、生配信を見ながら、あーなんかいろいろ忙しいんだなとか、あと Facebook でつながってる人はね、 Facebook に結構日記帳で上げてたりとか、あとはそうね、インスタにも日記帳で上げてること、ただインスタにも上げてないことっていうのは結構あって、あの Facebook が本名でつながってるっていう部分もあって、 Facebook にしか上げてない内容っていうのも結構あります。それはね、本当に何だって言ったらいいのかな、親しい仲だからこそ全然見てもらっていいよとか、まあ、その人には包み隠すことのないものっていうのを Facebook に上げてて、まあ、言い方悪いけどね、インスタには上げられない内容っていうか、なんだろうな、ちょっとした愚痴じゃないけど、インスタで見れなくてもいいよねって。ただ Facebook だと、その、クローズドのコミュニティだったりする部分が多いので、本名で繋がってるしっていうところで考えたときに、それだとね、あんまりなんだろう、気にしすぎ、まあ気にしすぎないっていう言い方もあれなんだけど、気を使いすぎなくていいかなって思える内容っていうのも結構あって、で、そういう時だと、まあまあまあ、ちょっとしたね、心の中でこう思ってることっていうのをポロって吐いたりするんだけど、まあ、YouTube だったりとか、インスタだったりっていうところではそういうことはやってなかったので、まあね、そういうところでね、見てくださってる人は理解してくれてる人もいると思うんですけど、YouTube だけ見てたり、インスタだけ見てたり、あとは、X か、Twitter?あの旧ツイッターだけ見てる人とかだと、うん、なんか動画が出ないねみたいな感じだとは思ったので、一応そんな感じでね、緊急報告じゃないですけど軽く撮ったっていう状態です。でね、前回の動画から急にねこの動画になるとね、髪もめちゃくちゃ明るくなったりとか、なんか雰囲気変わったなとかっていうのもあると思うんですね。あとなんかね、最近言われて気づいたんだけど、いや痩せたって言われた。もう痩せたらしいな、この辺はわかんないですけどね、自分じゃ。でもなんか言われてからこうやって見ると、おお、シュッとしたかもねみたいな感じで思ったりはするんですけど。で、まあ今日動画を回した理由としては、その緊急報告と、あのうちの子たちがね、結構こういろいろ変わってきたところというか、こうあったので、そこの部分の報告っていうのもしておこうかなっていうので動画を回しております。で、前回の動画から結構ね期間が空いて、でいろいろ動画ね上げれるようにと思ったんですけど、私多分取りだめあんましちゃダメなんでね。あの取りだめせずにもう一気にもう撮ったらすぐ編集でアップしていった方が多分いいタイプですね。で、編集もそんな凝ったことしてないので、オープニングペッてつけて、で BGM ペッてつけて、で BGM の音量とかを調整して、あとは私が喋ってるこの音声の調整だけしてっていうので、で字幕も今入れてないから、あのそんなに難しい編集っていうのは全くしてないんだけど、でもなかなかそれをする暇がなくて、正直編集だけで言うんだったら多分ね1本10分とか20分ぐらいでやろうと思ったらできるんだけど、あのやる気と気力と体力が持ってないっていうところで、その気力を持たせながらやらなきゃなっていうところなのと、あとはもうなんか動画が古くなっちゃってて、するとね、あの今上げる動画じゃないなとかっていう風になって、まあちょっと後でもいいかなってなってたら今みたいな状態になっちゃうから、多分ここにある動画は上がんないです。あの過去の動画を上げていこうかなとは思ったりはしたんですけれども、なんかわざわざ過去の動画を上げるんじゃなくて、今の近況報告っていう形でその時に動画を上げれた方が絶対いいかなと思ったので、あの多分この動画はもう破棄かなっていうところでございます。で、この今回の動画でね、いろいろ近況報告っていうところでいろいろできたらなと思うんですけれども、なんか一番最初にこれを言うのはあれなんですけれども、ちょっと不幸な報告で言うなら、うちにいたウサギ、ミニウサギちゃんの、鈴ですねが亡くなってしまったっていうのが10月に、ありました。まあ、亡くなってしまった理由っていうのがちょっとわかんないんですけれども、急にペッて血を吐く、吐血してしまったのがあって、で、ん?なんだ?と思って、吐血した状態を見て、すぐに病院に連れて行って、ちょうど休みの日だったんですよね。で、すぐ病院連れて行ったんだけど、病院着いたタイミングで、もう結構体力が低下してて、ちょっとしたら亡くなってしまってっていうところで。で、考えられるのが、まあ、なんかの感染症なのか、とかいろいろね、可能性はあるっていうのは聞いたりしたんですけれども、そもそもね、私も知識としてはあったんですけれども、ウサギって突然死が結構多くて、原因がわからないっていうことがかなり多いんですよね。なので、まあ突然死っていう状態で受け止めてっていう形で受け止めさせていただいた状態ですね。そこがまず報告の内容の一つ
で他の報告としては、まあ赤ちゃんたちがねちゃんと無事成長してこんな感じで育っていますよっていうところですね。3匹生まれたんですけれども、1匹はもう友達のお家に行って、友達のお家でニョンちゃんだったかな、ニョンくんか、あの子はくんだな、ニョンくんとしてニョンっていう名前、ににちっちゃいようにうんで、ね、ニョンくんで、この子はね私のそのもんが友達のお家に行く子なんですけれども、その友達のところに行く前にベタ慣れにしておきたいなっていうところで、まあ、たまに飛びついては来るんですけれども、基本こんな感じで触っててそんなに怒らない、まあ、あちゃこちゃ行こうとはするんだけどね、興味津々で、はい、好奇心旺盛なのであちゃこちゃ行こうとはするんですけれども、かなりベタ慣れな状態にはなってきたかなというところです。で、まあ私がこうやってよく爬虫類触る理由としては万が一ね病気した時とか病院連れて行った時とかっていう時に、病院の先生とかにもうすぐ噛みついちゃうような動物だと結構大変だなっていうところもあるし、それを連れてくっていうのも大変だと思うんですね。連れてく側の飼い主のストレスもあるし、あと見てくれるねお医者さんの方にもストレスだし、そして何よりもこの動物ちゃんたちにもストレスなので、しかも病気してるとか怪我してるっていう時になおさらストレスをかけるとね、より一層それが悪化してしまう可能性があると思うので、私はこういう健康なうちにいっぱい触って、まあ、健康なうちにもストレスをね触ってればその子その子でかかっちゃう子もいると思うんですけれども、できる限り人慣れっていうのはしておいてもらって、まあ爬虫類にはね私はちょっと違うと思ってはいるんですけど、基本的に懐くっていうことはないので、まあ世間一般的に私はね懐くっていう概念は他の哺乳類とかとは違う概念として懐くっていう概念があると思ってます。他の哺乳類がね呼んだら飛んできたりとか呼んだら来てくれたりとか名前認識してるっていうのはこの子たちには多分難しいと思うんですけれども、この子たちなりの懐くっていうことは私はあると思ってます。自分からすり寄ってくる子とかもいますからね。ただそのすり寄ってくる理由っていうのが餌をくれるからっていうのですり寄ってくるのか、人間の皮膚の、ね、手のひらの上が変温動物なのでこの子たちからしたらあったかいっていうので寄ってきてるっていうのも要因としてはあると思うんですけれども、そういういろんな要因をなんていうんですかね、クリアしてここだったら安全だっていうので懐いてきてるっていうのはあると思うんですね。で、フクロモモンガだったりとかコウモリさん、ウサギだったりとか犬だったり猫だったりっていうのもそうなんですけれども、基本的に人間に対して友好関係を築いた状態が懐いてるっていうところだと思うんですね。なので慣れてきた上プラスアルファだ、人慣れをした部分プラスアルファっていうところでこういうところで落ち着いてくれたりっていうのが私は爬虫類の懐くっていう概念なんじゃないかなって思ってます。爬虫類にもね懐くっていう概念は私はあると思ってます。世間一般的にはないっていう人が多いんですけれども、私はね違うと思う。爬虫類を飼育してるからこそですけどね。で、どの子にも私はこうやって触っていく、レオパだろうと青大将だろうと、このね親子体のカブとロメっていう青大将のねもうアダルトサイズの子がいるんですけれども、アダルトサイズの子たちもむやみに飛んでくることないですし、威嚇されることは私が捕獲した時だけです。飛んできたのは捕獲以外の時は全く飛んでくることなく、もうベタ慣れちゃうっていう感じ。まあそれになるために私がもう日々こうやって触ってあげるっていうところですね。で、餌食いっていうか餌を食べないわけではないので、まあ、なかなかあっちの青大将ちゃんたちはもともとねおそらく青大将の2匹とも鳥を多分食べてたっぽいんですよね。で、この間、うずらの卵を入れたら普通に丸飲みしてて、で、うずらのね、ひな鳥の、冷凍のやつもこの間試しに買ってみて渡したら食べたんですよ。って考えた時に、ネズミちゃんは食べないんですよ、冷凍の。でも、うずらは食べるっていうところで考えると、多分野生下では、まあ、あの子たち野生だったので、野生下では多分そういう鳥ちゃんをね、食べていて、で、多分卵もそのまま捕獲して食べてたんだろうなと。卵を見せると、ゆっくりではあるんですけど、ハムってきて、で、ごっくんって飲んでくるんですよね。っていうのを見たときに、ああ、そういうタイプの子かと思って。で、今、うずらの繁殖もちょっとしてみようかなと思っております。で、今、レオン子があるんですけれども、レオン子を後で見せましょうか。レオン子でうずらの卵をね、ちょっと繁殖させて、人工的にね、孵化させて、やったりっていう形でございます。はい。
で、まあそのねヘビちゃん3匹いるうちの、1匹は友達のところでニョンちゃんっていう形ですね、ニョンちゃんっていう形になってて、でこの子と、この子はねそのご友人のところに行きまして、もう一人ちょっと危険な子が生まれてたんですけど出てこないで、あの君戻したんで、なんで出てきたの、なんで出てきたの、ほら帰んな、ね、帰んな、ね、いいんだよ帰んなよ、ほらいいよ帰って、はいそのまま、はい、おい偉いね、はい偉いね、ちょっとね危険な子、この子もね全然もう今ベタなあれで触ったら全然大丈夫なんですけど、飛びついてくることないんですけれども、この子がね生まれたタイミングからこんな感じでちょっとL 字の感じで、はい、でこの子の名前がねラフィーになります。LLAF つづりはちょっと覚えてないや、あんまり頭がよろしくないのでちょっとつづり覚えてないんですけれども、ラフィー、ラフィーのラーは L 字 L から始まります。なので通称 L 君なんですけれども、ラフィーはこんな感じでね元気に育っていて、うちで育てることにしてます。この子はちょっと危険な子っていうのもあるので、ただちゃんとご飯もね食べてここのところ通ってくれてるので、で問題なくね生きていけそうなので、このままねっていう形で育てていこうと思います。多分ね卵で体の骨とかを成形するタイミングで曲がったまま成形されちゃって、こういうね危険な状態で生まれちゃったっていうところですね。ただ本人はねすごい元気で全然何不自由なく歩けてるっていうか、こうね捕まったりできてる状態なので、まあご本人的に健康だし、あとはご飯もちゃんと食べれてるっていうところを考えた時に、まあ、問題ないのかなと思ってます。ほんとねもう慣れてきてこんな感じで触らせてもらってます。はい、っていうところがねまず近況報告として、3匹いたうちの1匹は友達のうち、1匹はうちで育てる、でもう1匹は友達のところにも行く予定っていう形ですね。しばらくはこのケージで育てていく感じですね。でここからちょっとずつ大きいケージに切り替えてって感じですかね。で次にねここで今ネズミちゃんを2シェルター分、2シェルターというか2コロニーか、2コロニー分育てていて、上がオス1匹メス2匹、こっちもオス1匹メス2匹っていう形で、ここは今子供も一緒にいる状態ですね。でこっちの上にいる子がこれおいでーす、すばしっこくてね、なかなかよっこいしょ、おいで、はい、まずね、この子があんこちゃん、この子女の子のあんこですね、ハツカネズミなんですけれども、あんこちゃんです。あ、ちなみに一応ね、お伝えだけしておくと、私もネズミを普通に可愛いとは思って見てる人間ですので、子供ちゃんたちが生まれたらその子をね、ご飯向けにはするとは言ってるんですけれども、ご飯向けになる子は登校上で登校はしません。なんか残酷な気がするので。で、あんことか名前がついてる子っていうのはもううちのペットちゃんとして、一緒にいようと思ってる子たちなので、名前をつけているって形です。なので、名前がつく子、登校で出てきている子っていうのは、そういうご飯とかにね、なる子ではないです。なんかかわいそうじゃないですか。なんかこの子ご飯になるんだ、この後と思うとね。なんか私も悲しくなるし、見てる側も悲しくなるかなと。あと私のこのチャンネルに見てくれてる方っていうのは多分そういうのは求めてないと思うので、なのでまあそんな感じでございます。一応ねご説明だけ、この子があんこ女の子ですね。で次においで、大人の子だけをね見せていこうかなと思うんですけれども、よいしょ、はい、この子が雪見です。雪見、うちの子はね結構和菓子系から取ろうと思ってそんな名前にしてます。雪見、この子はね雪見大福から取ってます。その雪見大福の雪見、女の子ですね、この子も。はい、そしてもう一匹、
おいでー。よいしょ、はい、この子が大福ちゃんですね、まあ、大福くんかな、男の子なんで大福、はい、ちょっとねこの子がねもう一匹こっちにいる男の子ゴマっていう子が後でお見せするんですけれども、ゴマとね喧嘩しちゃってゴマが結構噛みついちゃってたんですよね。でコロニーを分けたんです。最初全然喧嘩するのなかったんですけど、やっぱネズミちゃんも男の子いっぱいいるのはダメみたいで、でまあね、多分っていうよりは縄張りっていうのがね結構あるみたいなんで、それでねちょっと怪我しちゃってて、シェルターじゃないコロニーを分けてこんな感じにしました。でちょっとね怪我してたんですけど、ちょっとごめんね尻尾触っちゃうけど、ここね怪我してて血出てたりしたんですけれども、今は問題なくね綺麗になってます。でこの子はなんかやっぱ生命力は強いみたいで、ちゃんともう交尾するのは確認できたので、でこのあと子供が生まれるんじゃないかなって思ってます。はい、帰るよ。上はこんな感じで、こっちがねもう一個のシェルターじゃないコロニーになっていて、よいしょ、さっき言ってたゴマがこの子ですね。この子ね結構ね我が強い子でね、攻撃しちゃってたんですよ。なんですけどそういうのあんま良くないなと思って、別のシェルターに入れました。この子がゴマでございます。はい、でゴマの由来はゴマ団子からですね。なんかねゴマ団子っぽかったのよ、この感じ、白い体があってっていうところでね、はい、ゴマでございます。で最近子供を産んだ子がこちらの子、お餅ですね。はい、お餅で、ね、お餅はね多分連続妊娠してるっぽくて、もうお腹がちょっと大きいんですよね。ほら分かりますかね、こうやって見せられても分かんないね。でお餅もね結構お腹もうすぐ大きくなってきてて、多分連続妊娠してるんじゃないかなと思います。はい、でもう一匹が、みたらしですね。この子はみたらし団子から取った名前の子なんですけど、この子もねなんかみたらし団子っぽくないですか、これ。こんな感じ。みたらしはね私の中でこのネズミちゃんたちの中で推しメンですね。めっちゃ可愛い。この子ねちょっとおっとりしてます。はい。お餅じゃないみたらし。でまだみたらしはね妊娠はね多分ね妊娠し始めたかなっていうぐらい、うんこしてる、よし、うんこしてた。はい、みたらしはなんか多分妊娠したんじゃないかなって、やっとこの間までずっと細かったんで、やっとここはなんかぷっくりしてるんで、もしかしたら妊娠したかなっていうところでございます。でみたらしちゃんの子は生まれたらね、その子たちはちょっと育てていきたいなと思ってるのでってところですかね。でそれ以上増えるようになっちゃうと、やっぱりこうネズミがいっぱいになってね、飼育崩壊を起こしかねないので、その辺はうまく回しながら、投稿には出さないですけれども、ご飯になる子はその中でね人知れずあると思っていただけると助かります。まあなんか食育のお話じゃないですけれども、これもね立派な大事なね、うちの他のヘビさんたちを育てていく上では必要なことなので、そこはご理解いただけるとありがたいなと思います。やっぱりどっちにしろね餌で買ってはいますけども、餌で買っていたとしてもそれもね命をいただいているっていうところでございますので、そういう感じで理解してもらえたら嬉しいなと。それをね買うではなくて自分のところで育てた子をご飯として使うっていう形ですね。まあ、それがねゴキブリ、ギュビアだったりとか、コオロギだったりとか、ミルワームだったらみんなそこまで言わないんですけれども、哺乳類になってくるとやっぱりちょっと過敏になりやすいというか、ちょっとセンシティブになりやすい部分っていうのがあるので、そこだけは口酸っぱく説明だけはさせていただきます。そういうこともねやりながら進めていますよっていうところで理解していただくと嬉しく思います。まあ、そんなこと言うとね、人間もね牛だったり豚だったり鳥だったりっていう形で、鶏だったりっていう形でね命をいただいて、生きているような、まあビーガンだったら、まあでもビーガンって言ったってね結局はね大豆とかっていうその植物をいただいたりっていう生命はいただいてるので、植物が生命ではないって言い始めたらもうそれは
もう破綻してしまうお話なので、人間はね、生命、人間だけではなくてね、人間も動物も何かしらの生命をいただいて生きていて、それがねこう歯車のように噛み合わさってこうね、何年と何億年とね繰り返しているサイクルっていうのがあるので、そこはねご理解いただきながら思っていただけるといいのかなと思います。なのでまあ名前をつけちゃうとね、私は愛着がつくタイプなので、ご飯になってしまう子っていうのは投稿にも使わない、そして基本的には名前もつけない。まあ投稿でね、他の子を写してる時になんか角にちょーっと写ってたりとかっていうのあると思うんですよ。この子写したいんだけど生まれてる赤ちゃんがいてとかっていうところで、あ、やべ、写っちゃったみたいなことあると思うんですけど、まあ、それはそれでちょっと気にしないでいただきながらも、基本的には名前をつけた子とか、投稿でよく出てくる子っていうのはご飯で使うような子ではないっていうことだけご理解いただけると助かります。で、次にね、赤ちゃんなんですけど、赤ちゃんね、いっぱいいるんですけど、みんなね活発でね動き回るので、一匹だけ私の手のひらに、おいで、おいで、あ、来た、よいしょ、私の手のひらに来てくれる赤ちゃんを一匹だけはい、この子がね、こう、なんだろう、ネズミ色系の色プラスちょっと白いこうマーブルな感じの色してる子なんですけれども、生まれたのがこういうタイプの、まあ、シルバー系って言ったらいいのかな、プラチナって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろうね袋もモンガでいうところのプラチナ系の色に近いのかな、のこういう色の子が2匹と、真っ黒の子が3匹で、さっきのあんこみたいな感じのネズミ、ザ・ハツカネズミみたいな、実験用のハツカネズミは白だけど、じゃなくてこう野生のハツカネズミに近い色の子が2匹と、真っ白の子が1匹の合計8匹、この子つかみながらの時に8 生まれました。でね、この子がね、この子がこのネズミ色系の子で、男の子だね、君ね、この男の子ね、ちょっとね、目がね、片方が、なんて言ったらいいんだろう、ベリー系のアイ、目って言ったらいいのかな、赤系の目なんですけれども、もう片方がね、黒っぽく見えるんだよね、こっちが黒っぽく見える目で、おそらくこの子、オッドアイなんじゃないかなと、ただもうちょっと成長してみないと、私の目が悪いだけかもしれないから、あれなんですけど、オッドアイ系の子なのかなっていうところですね。この子たちは、見分けがつくようになったら名前をつけます。まだ見分けが私つかないですよ。色だけの見分けはつくんですけど、その黒い子の中でこの子とこの子とこの子って3匹ポンって出てきても、お前は誰だっていう風になりそうなので、まだもうちょっと大きくなって見分けがつくようになったらみんなに名前つけていきます。喧嘩しないよ、喧嘩しないよ。うちの袋ももんが、りっくんと多分パッちゃんだね、今の喧嘩の声だとね。はい、喧嘩15、喧嘩っていうことじゃないね、多分りっくんが、りっくんって男の子なんですけど、が多分しつこくて、パッちゃんがどうしてなって言って怒ってたくらいって感じですね。はい、って感じでネズミちゃんがね、これで8匹ですね。で、まあこの子たちが成長して親の個体になっていくと、生まれた子たちがこうご飯の方にまたこうじゅんぐり回ってったりっていう風にするかなとは思うんですけれども、そこはね、まあ状況見ながらですね。で、最初生まれた子たちはね、やっぱり赤ちゃんはすぐにはね、ちょっと私もご飯の方に回すっていうことができなくて、可愛くてね、やっぱりね、でネズミ自体を飼ってたことがないわけじゃないんですけれども、なんかこうまた改めてこういろんな状況とかいろんな経験をしていって、で今爬虫類を飼育したりっていうところで実際にこうやって見ていくと、なんかまた違う愛情の注ぎ方というか、こう可愛いなっていう部分というか、あとは前はね、その飼育してた時ってそんなに SNS が流行ってる時じゃないね、 Twitter がギリあるかなぐらいで、もしくはあとミクシー、あとモバゲとかっていう時代なので、投稿とかをするタイプじゃなかったんですよ、その時って。で、今この投稿するタイミングでね、また迎えてネズミちゃんをってなった時に、やっぱ可愛いなってなりますね。はい、こんな感じ。このサイズ感だとあれだよね、小耳飛びネズミよりちょっと大きいぐらいだね。そう、小耳飛びネズミがね、私エキゾチックアニマルでね、ずっと飼ってみたかったんですけど、もうブリーディングしてる方ほとんどいないですよね。もうなんかイベントとかでも見ないし、で輸入は禁止されてるから、本当にブリーディング個体しか多分コミトビネズミってもう買えないはずなんですよね。もうブリードしてる人自体もいないのかな、ちょっとその辺の知識はあまりないんですけど、
コミュニトピネズミがいたら飼育してみたいなっていうところですね。はい、というところで、まあ、変わったところっていうのは、まあ、ネズミちゃんが増えたよっていうところですね。あとはさっき言ったこっちですね、よいしょ、はい、ここでねレオン湖置いてて、でレオン湖の横にサーモスタットがあって、サーモスタットで中の温度がねある一定に保つように、ある一定になったら電源切るようにっていうことで、36度、37度ぐらいで温度が止まるようにしてあります。で中でね、あの自動展覧機を自分で作って、こんな感じでね中に卵が入ってます。でこんな感じでね自動展覧してもらって、であとは自動展覧がね、あのどうでしょう、12時間に1回かなっていう状態なので、自動展覧じゃない瞬間はこうやって手動でね軽くやっております。はい、こんな感じでね、クロミちゃんなんで、そしてこれあのご友人がくれまして、そのご友人のところにね、あのうちの青大将さんが行くんですけれどもっていうところですね。であとはまあ鈴がいたところがねこうやって今空な状態なんですけれど、ゆくゆくはここがうつらちゃんの飼育スペースになるかなと思っております。でまあレオパのケージがあって、まあこれは変わんないね、何か報告することもないですね。強いて言うとこの間交尾してるのを確認したので、もしかしたらまた卵を産む可能性はあるかなっていうところですね。でコウモリさん、コウモリさんも、まあ、マナちゃんね、あのエジプシャンルーセットコウモリですけど、強いて言うと飼育環境で変えたのは床をちょっと変えて、今までペットシーツだったんですけど、ペットシーツからああいうねトレイに変えて、丸洗いできるような形にしましたね。はい、そこが変わったところぐらいか、それ以外は特に何か変えてるとこないでしょ。あとはあコケリウムね、あのコケリウムは少し中で滝がね起きるようになっております。あんな感じで、でこういう感じに水の循環がするようになっていて、ここの部分でね苔の床があるみたいな感じですね。はあ、あとはあシフィさんのケージがね、あのうちのすずちゃんが使ってたものをちょっと入れさせていただいて、ちょっとこう豪華になったかなっていうところ。あとは袋のモンガちゃんたちは特に、まあ、新しいポーチが入ったかなっていうぐらいですかね。特になんかこの子たちの生活面で何か大きく変わったっていうことはないかなと思います。あとはセーブシシバナヘビのねサナちゃんのケージと、ここにね青大将のケージがあるよっていうぐらいですかねここも大きくは変わってないですけど、正直そもそもこれのご紹介ってしてなかったかもしれないですね。あの衣装棚の、あの全面くり抜いて、ここにコーキング剤入れて、これなんかスリーブケース、あの透明なスリーブケースがあって、その透明なスリーブケースを切って、コーキング剤で貼っつけて、で中が見える視認性がいい状態にして、でネオジム磁石をねこんな感じでつけて、こんな感じでねネオジム磁石で取ったりつけたりができるよっていう状態になっているケージですね。そうです。で一応下のねここの部分はこっちを開けて中の様子が見えるようになってます。でこっちも青大将さんのケージね、こっちは青大将2匹入ってるんですけど、こっちはねネオジムだと開けられちゃうので、こういう普通のねなんていうのこの結束バンド、あ取り外し取り外して再利用できる結束バンドをつけて、それで押さえてる感じですね。で中はね水容器があって、隠れ家シェルターみたいな感じに、ね、なってて、岩があったりっていう感じのケージですね。はい、っていうところで、まあうちの現状としてはそんな感じですかね。なんか大きく変わったっていうところはないんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで、で今それでいくと何匹、30匹ぐらいかな、うちで、あのうちの子っていう形、あのゴキブリさんたちもいるんだけど、ゴキブリさんはまあ死で言うとうちの子っていう感じではないので、うちの子っていうかご飯の子なので、基本的にペットっていう換算ではちょっとない部分はではあるので、あのなんともあれですけれども、ゴキブリちゃんたちも入れると総勢ゴキブリちゃんがね150匹ぐらいいるから、多分200ぐらいになるのかな、200もいかないか、
180匹ぐらいいるっていう状態になりますね。だってここだけで3でしょ、3の3の8だから3の3の8の66足す8の14匹でしょ、ここで14で20匹でしょ、あそこで6匹いるから20で21、22、23、24、25、26、27、28で29、30、31、32、全部で32匹いるっていう状態ですね。多いですね。はい、まあ、ただ32匹ぐらいいても私的にはまあまあまあ全然問題ないかなっていう状態で生活しております。爬虫類たちがね、飼育の上でのお世話っていうのが1週間に1回とかでいい子が多いんだって。うん、難しくないところですかね。まあそんな感じでございます。はい、っていう感じのね、近況報告の動画でございました。はい、またねこんな感じでサクッと動画撮れるようにしていこうかなと思ったんで思うんですけれども、ただサクッと動画を撮るは撮るんですが、こう近況報告だけでこんだけ時間使っちゃってるので、30分ね使っちゃってるので、まあ近況報告ね、の動画だけじゃなくて、そこサクッと10分ぐらいで見える動画とかもね増やしていこうとは思っております。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録と高評価、そして、X になってるね。X、インスタ、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。